けど、こっちよりは何秒か遅れてるわ。驚く必要なんてないわ。ここは少し変わってるの。でも所詮は楽園の一部でしかないのよ。原理は他のエリアと同じで、そんなに違いはないわ。あ、そうそう、途中でこの子たちに邪魔されたから、まだ正式に紹介していなかったわね。指針の書に保管された楽園の秘密へようこそ。ここは私の記憶によって作られた、エリシアが愛した全てを完全に再現した新章風。ご覧の通り、ここは美しいものが集う永遠と平和で満ち溢れた仙境のようなところ。あらゆる理想の果て、常しえの楽園。どう？この名前、興味が湧いてきた？ワクワクしてきた？後継者の中でここを訪れたのはメインが初めて。あなたは初めてエリシアの本心を覗くことができる人なのよ。メイ、もう少し嬉しそうにしてもいいのよ。なんでそう思っちゃうの？誰があなたをそうさせているのかしら。あなたは全員に、全員じゃなくても大半には証明できた。今更隠すだなんて、さすがに私でもずるいと思っちゃうわ。それに私はすでにもう一つの正体すら堂々と教えちゃっているじゃない。でもおかしいわね。もしかしてメイ、そんなに驚いてはいなかったりする？何も知らないなんて、メイったら意地悪ね。あんなに秘密を分かち合ったのに。それに、なんで第13律者なの？他の可能性を疑ったりしないの？例えば宇宙人とか、異世界の妖精とか、もしくは、通りすがりの美少女とか？
そんな風に見てたのね。そう来ると思ったわ。それらの質問の答えはここで見つけ出せると思うわ。とこしえの楽園はそのためにあるんだもの。ただ広場で話すなんて少し味気ないと思わない？せっかくちょうどいい雰囲気になってきたのに第三者に口出しされたりなんかしたら嫌だもの。さすがはメイ、冴えてるわ。これぞ以心伝心ってやつね。それじゃあ行きましょう。私が全部教えてあげる。エリシアと第十三律者のすべてを。と言っても、メイに全部話すとなるとドキドキしちゃうわね。少し時間がかかっちゃうかもしれないけど、いいでしょ？なら、私好みのペースで伝えさせて。じれったくなったら、いつでも言ってね。ここが花園の入り口よ。普段は閉めているんだけど、今日は特別に開けてあげる。でも、緊張しているように見えるわ。出発する前に気持ちの整理は必要。それでも私のために残ってくれた。そうよね。がっかりした？
物語では何の意味もなかった？戦ったなんて、あれはデートでしょメイ。その現実から目をそらしちゃダメ。だってデートにはプレゼントが必要でしょ。私はメビウスとのやりとりで手に入れた情報、気に入ってくれたと思ってたんだけど。どうやらメイにとっては予想外だったようね。あ、そういえば、その時初めて全力を出した英傑と戦ったのよね。よくできました。えらいえらい。そんなことは起きないわ。だって私がそれを許すはずがないもの。嫌な記憶ならいっそ忘れちゃいましょう。アポニアに頼めば簡単にできちゃうわよ。
それって、10日後に死ぬという予言のこと？確かに意外な宣言ね。でも、あなたが真に受けるなんて、そっちの方がよっぽど驚いたわ。確かな運命を前にしても、決して諦めはしない。だからこそ、私はメイのことを気に入っているのよ。でもまさか、予言を打ち破るために千号にまで挑むなんて、心配したんだから。でも、確かにあなたには資格があった。律者でありながら、みんなに認められて、全文明の本当の秘密に触れられるなんて、私でさえ尊敬しちゃうわ。少女？はいはい、わかったわ。でも、いきなり真実を話しても、より混乱するだけでしょ？とにかく、これだけは約束できる。今度こそ、あなたの求める答えは、すぐ先にあるわ。じゃあ、まずはお散歩に付き合ってくれる？わがままじゃないわよ。すべてを明かすには段取りが必要だから。さあ、行きましょう。
その褒め言葉は少し早いと思うわよ。何せここは氷山の一角に過ぎないもの。あ、違うわ。氷山はケビンのことだから、私の場合は、そう、花海の片隅ってところかしら。あら、噂をすれば影ね。こういうこともあるのよね。私としてはメイだけに本心を伝えたいんだけど、みんなにとって不公平だったのかしら。エリシア、僕は君の選択を尊重する。しかし僕たちにも伝えておくべきだ。メイ、少し自分で見て回ることになっちゃいそうね。ケビンはどうしても私たち二人の様子が気になるみたい。大丈夫よ。ケビンに言い聞かせたら会いに行くわ。それじゃあ後でね。すみません。少々考え事をしていました。まさか、古の楽園の奥にこんな場所があるとは思ってもみなかったので。そうですね。ただ私たちとあまり接していなかったからかもしれません。記憶体になってから彼女は自分を指針の書へと閉じ込めていましたから。彼女もわざとみんなに隠し事をするような人ではありません。アポニアが決意を持って守ろうとしたのですから、きっと何か大事な理由があるはずです。なるほど。確かにエリシアらしい雰囲気ですね。第13律者。
それは。いえ、すみません。私から伝えるべきことではありませんでした。強いて言えば、私も真実については詳しくないんです。本人からそのことを聞いたのであれば、彼女のペースに従った方がいいでしょう。楽園ではいろいろあったと思いますが、どうか彼女を信じてあげてください。確かに彼女らしいですね。私たちはお互い惹かれ合うようにここに集まったのです。そしてそんな私たち自身に何かしらの答えがあるのかもしれません。なんだか昔のことを思い出して感慨深くなりました。気にしないでください。他の英傑たちもここに来ています。エリシアの勧めに従ってみんなと話してみてはどうですか？何かしらの重要なピースを得られるかもしれません。どういたしまして。それではまた後ほど。俺はただ、まあいい。少し感動していただけだ。こんな景色は写真でも見たことがないからな。俺の生まれ育ったところは平和とは程遠かった。崩壊が発生してからはなおさら物騒になった。俺は故郷を変えたかったんだ。多分、いつかそこで、こんな風景を目にしたかったのかもしれない。すべてが終わってしまった以上、ここに留まる俺たちは、矛盾を重ね続ける影でしかない。エリシアの考えについていけなかったことだけが唯一変わらないものだったのかもしれない。誰が教えた？そういうことか。納得した。
待ってくれ。あんたもエリシアに。誰もが経験していることだから気にする必要はない。メイ殿、ちょうど探しておったさ。先ほどエリシアに会ったのじゃ。ここでは遊び相手が少ないゆえ、せめてこの際同郷のわらわに話し相手にでもなってくれと頼まれての。しかしその後慌てて去っていったのじゃ。ここがどんなところかも教えぬまま。それと基本的なことはメイ殿が知っておる。聞けばわかるとも言っておった。エリシアから見た世界、確かに道理で色とりどりの風景なのじゃな。心得た。まるで妹といった遊園地のようじゃ。あ、すまぬ。メイ殿にとってこれは少々重い話だったかもしれぬ。何せメイ殿からすれば、あの時代のすべては最終的に塵へと帰ったのじゃから。この話はやめるとしよう。せっかくじゃ、エリシアのようにあちこち回りながら景色を堪能しようではないか。小さい頃、故郷にはまだこのような高い建物はなかった。当時はよく妹と桜の木の下で遊んだものじゃ。どうやらわらわと汝は案外似ているところがあるのかもしれぬな。敵か。影でも瞬戦。そう言うでな。今は試練ではないのじゃから、一人でやる必要などどこにある。せっかく楽しく語り合えたのじゃ。これはメイ殿への礼のようなもの。刀は最お安いご容赦。今後何かあった時も遠慮せずわらわに言うとよい。できる限り助力する。
エリシアか？うん。英傑の中では、一番単純なのかもしれぬ。何時の言いたいことは分かっておる。彼女の行動は常に予想できず、考えも読めぬ。彼女の気まぐれにはよく頭を痛めたものじゃ。しかしメイ殿、このことだけはわらわでもはっきりとわかる。彼女は真心を持って皆と接しておる。以前もそのような話をした覚えがある。わらわの聞き間違いではなかったのじゃな。しかし、他人が口にしていることが事実とは限らぬ。ひいては目にしたものでさえそうじゃ。これは、かつて影の中で生きたわらわの心得。真実がどうであれ、大事なのは何時の考えじゃ。時には真実自体が重要ではなくなることもある。本当に重みがあるのは、真実の中から何を信じるかじゃ。なぜそれを聞くんじゃ。英傑とはすでに去っていった者たちじゃ。何も変えられん。受け入れられぬことこそ、わらわたちにとっての常識なのじゃ。じゃが何が待ち受けていようと、何ができるかを考えることこそに意味がある。この時代のため、未来のため、あるいは今の自分のため、理由が何であろうと、そのために動くという選択肢しか人々には残っておらぬ。すまぬ。実のところ、こういった経験はあまりないのじゃ。わらわは理屈めいたことしか語れぬ。他の者に尋ねてみてはどうじゃ？そうなのか？話してよりも聞き手の方が多くのことに気づくものなのかもしれぬな。どうあれ、役に立てたのならよい。
の？メイさん？あら、ごめんなさい。さっきはぼんやりしていて。私も見かけたわ。まだ初々しくて純粋だったあの頃が懐かしい。ええ、面白いことはすべて記録しておく。エリらしいわね。ああ、そうではないのよ、メイさん。どう話せばいいのかしら。初めて見た時から、ここがエリの場所だと確信していたの。作曲家に作風があるように、ここにあるすべてはエリのように楽しくて純粋だわ。それは、メイさんが律者をどう定義するかによるわ。メイさんと違って、私たちの時代では律者になると人類を敵に回してしまうの。世界に癒しがたい傷と苦難をもたらすのよ。でも、エリはそうではなかったわ。彼女は私たちの敵ではなかった。人のために戦ってくれた戦士で、英傑たちを集めてくれた、唯一の人。そして、私にとっては、かけがえのない友よ。エリはエリなの。私からすれば、彼女はずっと人を引きつけ、誰もが感心してしまう少女。ただ、それだけよ。第13律者は、どちらかといえば、彼女が自分のために準備した花嫁衣装みたいなものかしら。そうね。そのあたりは、エリ本人が直接伝えたい話になると思うわ。エリも、メイさんにはもっと知ってほしいと思っているはず。彼女はきっと、あなた自身で全てを感じ取ってほしいのよ。何せ、あなたは彼女の心の中を歩いている。メイさんならきっと、奥底にしまった感情を覗けるわ。エリをフォローしすぎてしまったかしら。じゃあ、よかったらここで失礼するわね。もう一人、会いたい友がいるのよ。
価値なお客さんだね。招待状も出していないのに勝手に入ってくるなんて。刀は鞘から出た。私にとってまともとは失敗のことさ。君は失敗が好きなのかい？瞬戦。さあさあ、本当のサプライズはこんなものじゃないよ。もちろんさ。エリシアがどれだけの騒ぎを起こしたのか、まさか知らないとは言わせないよ。せっかくショーの準備が整ったのに、美味しいところを持っていかれてしまった。後で、カジマニアの私に、新型を連れてあちこちを回らせるというのはどうかな。気に入っていないとは言えないけど、サプライズを見つけたものの、それについて何も知らないとなると、私がどんな気分になるか。想像がつくんじゃないかな。かわいいお客さん。まあいいよ。悲しいことはさておき。準備したサプライズについては気にならないの？大丈夫。君みたいな人こそ驚くときの表情が面白いんだ。見て！だから君はせっかちな観客なんだ。私はその表情が大好きなのさ。変に考えないの。これはある種の試みさ。刻印設計時の仕組みを参考にしたもので、使用者の潜在能力を一時的に発揮させられるんだ。
その通り。しかも携帯型。どう？便利でしょ？唯一の欠点は、一部の敵に対しては効果がないことだけど。そこは多分心配しなくても大丈夫。本日のショーの成功を祝して、マジックカードをすべて可愛いお客さんにプレゼント！それでは、カードの組み合わせについて詳しく説明しよう。この通り、カードは種類によってそれぞれ違った刻印を表している。しかーし、それだけではあまりにもつまらないだろう。そこで、ビルビーの要素を加えた。まずは、私の象徴、天慶の魔術師。これらのカードには、はあ、お客さん、ショーはまだ終わってないよ。はあ、仕方ないな。ショーを優雅に終わらせるのも魔術師の務め。カードは各エリアにある宝箱に隠しておいたよ。気が変わったらいつでも取りに行ってくれ。私もそろそろここを出て、中心にある塔にでも行ってみることにするよ。あそこは最高の舞台だと魔術師の勘が言っているんだ。さて、どうだろうね。次に会った時は、華麗なる空中ブランコの魔術師になっているかもしれないよ。それでは、かわいいお客さん。次のショーで、また会おう！
なくて、早く助けてよ。昔はそんなに冷たくなかったはずでしょ。私たち、生死の境を共に駆け抜けた仲間だよね。宝箱を見かけたら開ける。冒険者の義務だよね。開けたら当然、中に入って調べる。当たり前のことだよね。メイ様、早く助けてください。そうだ、お金、お金だ。私、払うとなると、やっぱり自分で何とかしようかな。メイ様、なんで刀を抜くの？ごめんなさい。今日はメイ様のところで仕入れをしようと思ってたんだけど、まだやってないから。ちゃんってば、やっぱり最高。それはほら、過ぎたことは過ぎたことだし。それよりメイの姉ちゃん、宝箱に何があるか見てみよう。助けてくれたし、お宝は半分こで。あれ？一枚のカード？これじゃ分けようがない。物を取ったら罠がもう一回発動するの？刀は鞘から出た。
よ姉ちゃん。少し休ませて。あの敵そんなに厄介なの？結構追ったよね。それは正直に言うと、メイの姉ちゃんの走りが速すぎてどんなやつだったのかさえはっきりと見えなかったよ。でも私たちの時代ではどんなに変なやつが現れてもおかしくなかった。メイの姉ちゃんが見たことのないやつもいるし、普通にあることだから。それよりさっき見つけたお宝を見てみようよ。お、ビルビーの姉ちゃんが書かれてるカードだ。え、その表情、まさかメイの姉ちゃんのもの？ならさっきのお礼として持ち主に返すよ。もちろん、これだけじゃまだまだ足りないよね。助けてくれたお礼として、この場所を漁る。じゃなくて、案内するよ。どうかな？さっき追いかけてる途中で、宝箱をたくさん見かけたんだ。エリの姉ちゃんが隠してたこの場所には、まだ知られてない秘密がたくさんあるはず。エリの姉ちゃんのこと、興味があるでしょう。私にはわかるよ。それなら、お互いに必要なものを取ることになるね。安心して、さっきみたいなやつを見かけたら、注意しておくから。それじゃ、これで決まりだね。こういう場所は一箇所ずつ細かく探索しないと。お宝、お宝、キラキラ、お宝。え？メイの姉ちゃん、なんでそう思うの？あれ？そう？宝箱探しに夢中だったから、方向はあんまり気にしてなかったよ。メイの姉ちゃん、ここの道は複雑すぎると思わない？くねくねしていて混乱しちゃう。何か見落としてないか心配なの。初めて来たところだし、隅々まで探索しないと。何
何しら私はここにある全ての宝箱を漁ることを目指しているから。でもメイの姉ちゃんの言う通りかも。この邪魔な垣根を乗り越える方法があればいいんだけどな。あ、そうだ、ビルビーの姉ちゃんの万能鍵が役立つかも。あ、ただ別のところに置いてきちゃったんだよね。あ、そう、ビルビーの姉ちゃんがくれたの。すべての鍵穴に使える鍵、仕入れの時はかなり役立つんだ。もちろん、その見返りとして、ビルビーの姉ちゃんが何かを必要としているときは、優先的に手伝わないといけなくって。見ればわかるよ。さあ、こっちだよ。常識を覆して、人類の考えを超えて。メイの姉ちゃん、よかったらさっき拾ったカードを使ってみない？ビルビーの姉ちゃんが作ったなら結構役立つと思うよ。うんうん、これでメイの姉ちゃんも私と探索する理由が一つ増えたね。大丈夫、
自分の名前を忘れても品物の隠し場所を忘れることはないから、これぞ商売人の素質ってやつだよ。お金に難癖をつける人なんていないよね。見下ろすと空に立っているような気分になるんだ。いっそのこと空中庭園と呼ぼう。え、メイの姉ちゃんどうしたの？喜ぶがいい。開演の時が来た。
ちゃん、これを見て。カードをもう一枚見つけたよ。しょうがないじゃん。私、弱いし。あ、でも、メイの姉ちゃん、このカード、前のと違ってるよ。このカードって、他の使い方があるのかな？どうしてここにあるんだろう。そうだよね。もしかしたらビルビーの姉ちゃんがカード隠しに使っているとか？今後、こういうのを見つけたら入って調べてみよう。あははは。とりあえず、鍵を取りに行こう。すぐ先だから。これが大切にしてた、何でも解決できる万能鍵だよ。フックなんかじゃないよ。正真正銘の鍵。ダメだよ。普通の鍵と比べたらずっと使えるんだから。名付けて万能仕入れツールだよ。ああ、そっちの方は道端で拾ったんだ。使えそうなんだけど、どうにもこうにも直せなくて、一旦ここに置いておくことにしたの。それより、鍵もあるし、邪魔な垣根をとっとと処理しちゃおう。さあ、メイの姉ちゃん、早く行こう。宝箱が私たちを呼んでるよ。
うわあ、やっぱり思ってた通りの大収穫。空振りしなくて済んだね。メイの姉ちゃんの分もあるよ。ひどい扱いなんてしないから安心して。どれどれ、どんなお宝があるんだろう。よしよし、悪くない収穫だね。ここは広いからまだお宝がたくさんあるはず。お宝探しは得意だから全部見つけ出せるって保証できるよ。メイの姉ちゃん、また時間が空いてるとき一緒に探索しよう。目指すは宝箱じゃなくて奥のエリア。以前ここに来たのはいつのことだったかしら。相変わらず真っ暗ね。それなら私が明かりをつけましょう。いつも通り来訪者に試練を与えるのが好きなのね、アポニアさん。あなたはエデン。聞くまでもなく、訪問者は私だと知っているはずよ。そうでしょ、アポニアさん。
私たちは宴を見届けた者、そしてあの夜、共にある友を失った。もしくは神聖を見届けたとも言える。だからあなたは楽園にあそこを残したのね。それもこんな奥に隠すなんて。エデン、私たちには捨てがたい感情がたくさん残っている。思い出したい過去も山ほどある。あなたがかつての音楽に心酔するように、私にもこの長すぎた茨の道を安置する場所が必要なの。エリは反応から察するに知っているのね。ええ、わがままだとはいえ、あなたも知っている通り、エリシアのことだから。知った時は喜んで受け入れたようだった。アポニアさん、私はあなたを尊敬してる。だからあなたとエリの選択を尊重するわ。知ってる？みんな私を与えるもの、あなたを受け入れるものと呼んでるの。受け入れるもの。彼女が去ってしまったことすら受け入れられない私が、なぜそんな名を？あまり言いたくはないけど、確かに事実とは真逆なのかもしれないわね。私こそが偏愛を受け、運命の愚弄を受け入れた方なのかもしれない。そしてアポニアさん、あなたは、あなたこそ本当の与えるもの。戒律を与え、希望を与え、進む道まで。みんなが目にしているものは真の姿ではない。あの夜に起こったことと同じね。かの者の行く道は他者が目にする道ではない。エデン、私たちが今まで守ってきた秘密は、もうすぐ、みんなの前に明かされる。それは、新たな予言なの？アポニアさん。いえ、これは、私の願い。願いね。あなたの口から聞くのは初めてだわ。アポニアさん、あなたまでメイさんに変えられたのね。楽園に変化をもたらしてくれるものは喜んで受け入れる。彼女にはエリシアと同じ意図がある。エデン、鍵は持ってきた？ええ、もちろん。
ずっとそばに置いておきたかった。私たちは、そのつもりでいたはず。鍵が揃った暁には、水晶の花が、再び咲き誇る。エデン、あの歌を、もう一度歌ってくれる？ええ、それも私の願いよ。その時は、全員で、一緒に聴きましょう。彼女が大好きだった、あの歌を。安心して、全部片付いたから。今なら邪魔は入らないわ。あなたの方はどうだった？他の人と会えた？それなら、メイもきっとワクワクしているんでしょう。そうよね。はいはい。歩きながら話しましょう。第13律者について知りたいのよね。わかってるわ。この話は、少し長くなるの。どこから始めようかしら。やっぱり、順序よく、最初から話すわね。ヒヨオオガに入った時の話から始めましょう。来て、いい場所に連れて行ってあげる。喜ぶがいい！開演の時が来た！多分、私の乙女心が繊細で敏感だからかもしれないわ。次からは小道を通っていく？どうする？おや、これはこれは、エリちゃんじゃないか。新しいお友達ができたのかい？ハロー、セティのおじいちゃん。最近お店の方はうまくいってる？順調順調。エリちゃんが手伝ってくれたおかげじゃ。こっちにおいで。今日来ると思って、エリちゃんの大好物のケーキを用意しといたんじゃ。ほれ、友達と一緒に食べるといいじゃろう。ああ、ありがとうおじいちゃん。でも、まだ用事があるの。ここに置いといていい？後で帰ってから一緒に食べましょう。そうじゃな。一緒に食べるとするか。取っておくから、急がなくても大丈夫じゃぞ。それはないわ。記憶は記憶に干渉できないもの。
た？くっふーん。だってセリアママの話をちゃんと聞いてたもの。好き嫌いはしないし、それに毎日ちゃんと寝ていい子にしていたのよ。へえ。じゃあ私もママの話を聞く。どうしたの？おかしなところでもあった？なあメイ、こんな風にみんな記憶の中のままなのよ。そして私も彼らの記憶のまま。年上もいるし、お姉ちゃんと呼んでくれる子もいる。みんなちゃんと覚えてる。そうよね。とりあえず、楽園のデータ室と呼んで。どう？なかなかわかりやすい名前でしょ？メイみたいに鋭い子なら、タイプライターのところにある資料を読めばわかると思うわ。あら、声にしない方がいいわよ。ケビンはその秘密をあまり見せたくないみたいだから。第三者に知らせるのはおすすめしないわ。ええ、追憶の空の記録は誰かによって書かれたものではないのよ。このタイプライターで、英傑たちの記憶を文字へと直接変換するの。客観的、かつ公正にね。もともとは他の場所に保管していたのよ。ここまで運んでくるのに手間がかかったんだから。その通りよ。そうでないと、客観的かつ公正ではなくなっちゃうもの。何せ、ここからの話は少し長くなるから。何がどうであれ、あなたの答えが自身にとって納得がいくものであってほしいの。ああ。それはもう一人の友達に頼まないと。さて、あなたの出番よ。じゃじゃーん。データ室の管理者の妖精さんよ。まさか。実は13英傑に14人目がいるっていう展開を期待してた？私をどれだけ信用してないの？
かわいいでしょ。何せ私をモデルにして作ったんだもの。私と同じように聡明さと美しさを兼ね備えているのよ。全部で13体あったの。全員にあげようとしたんだけど、結局エデンとアポニアしかもらってくれなくて。メイが欲しいならまだまだたくさんあるわよ。それはメイがまだウェイクワードを言っていないからよ。今はまだスリープモードなの。メイはテレ顔も最高に可愛いわね。先に言っておくけど、起動方法はそれしかないわよ。それはメイ次第よ。けど真実を目の前にして本当に諦めちゃうの？小さかったからとか？多分聞こえなかったのね。もう一度やるしかないわ。あら、プログラム起動中。システムセット完了。人格ロード完了。わあ、人の子だわ。こんにちは、可愛らしい人の子。私はフェアリーランドの妖精エリよ。大切なあなたと出会うためにやってきたの。妖精をこき使うつもりなの？しょうがないわね。何せ私は優しい妖精だもの。じゃあこの楽園データベースインフォメーションコレクトコントローラーインタラクティブ出力、この不思議なタイプライターについて紹介しちゃうわね。このタイプライターは楽園のあらゆる情報を抽出できるの。だからデータを指定しないと最近起きた大きな出来事を自動的に印刷するのよ。
それは少し難しいの。説明より実際やってみた方が早いかも。さあ、問題を入力してみて。あら、ずいぶんと単刀直入ね。データを文章としてうまくまとめられないの。適切な答えを必要とするならエリシアの人生そのものを出力することになるわ。それじゃ読み切れないでしょ。タイプライターが書けるのは事実だけ。それを忘れないでね。それなら簡単よ。彼女がこうして手をタイプライターに乗せれば。こう？ええ。こうすればタイプライターは自動的に彼女にまつわる一つのデータを印刷するの。それに優先的にあなたにとって価値のあることを選んでくれるわ。本人でさえ何がプリントされるかわからないからワクワクしちゃうわね。私の物語なんだから。おはよう。新しい一日は美しい出会いから始まるのよ。まずは体重を測りましょう。一日、美しい一日。ファイトよ、エリシア。起きて、服を着る前にまずは測って。よし、データを削除しましょう。出かける前に鏡を見て。身だしなみ OK、 前髪 OK、 笑顔 OK。 今日も素敵な一日になりそうね。グッモーニング、エリー、今日も早いね。おはよう、エイシャ。今日も綺麗ね。新妻はやっぱり一味違うわね。おはよう、エリシア。後で訓練場で会おう。ああ、さっきモデルみたいな男の
の人を見かけたと思ったらあなただったのね。おはよう。おはよう、エリシア。おはよう。会えて嬉しいわ。さっきのは誰だったかしら。まあ、先に挨拶しておきましょう。よし、今日はもう少し上の難易度に挑戦しましょう。まずは、飛べる敵ね。なら今日は、弓。やっ！次は、重いやつ。懐かしいわね。少し前に上空で見かけたことがあるわ。でもあいつらってば、20メートルもあったのよね。等身大で復元したら、どこに置けばいいのかしら。逃げられるわよ。お花をあげるわ。あら、今度は見たことのないお友達ね。レビウス博士が、また新しく発見したものを勝手にアップロードしたの？やっ！はっ！はっ！と、はっ！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 楽しいことをしましょう。今回のレポートもとっても簡単でしたっと。またとても簡単だと？叱られたのにまだ懲りてないのか。来たのね、カン。仕方ないじゃない、本音なんだもの。話は率直に。それが火を追うがのポリシーでしょ。ちゃんと守っているのよ。他のやつはせめて2週間前のものをそのまま写すぞ。お前の場合全部その一言だ。突っ込みようがない。しかし舞台の人気者のお前なら上も叱りはしても別にどうもしないだろう。まさかあの時兵士たちによってオストクから連れてこられた小娘が今となっては彼らの模範になっているとはな。それとこれとは別でしょ。私はちゃんと希望して選考を通過して火を追う賀に入ったんだもの。完全に私の実力よ。それに私なんて全然模範じゃないでしょ。なってたらとっくに火を追うがのバッジをピンク色に変えてるわ。勘弁してくれ。ピンク色のバッジ、俺に亡命しろというのか。不服なら私を超えてみたらどう。俺の出番はなさそうだけどな。ほら、
お前のライバルはすでに現れている。見たことのない名前ね。新入りなの？俺も会ったことはないな。そういえば最近変わったやつが入ってきたんだ。加入した理由は彼女さん？面白いだろう。ひょっとしたらそいつかもしれないな。彼とその彼女さんと会ってみたくなったわ。今晩は組織の伝統の夜だろ。新入りなら欠席しないはずさ。そんなに興味があるならパーティーで探してみたらどうだ。それならちゃんと準備しないといけないわね。ダンスパーティーコーディネートは十数通りも考えたけど、やっぱり試着しないと決められないわ。どれにしようかしら。華麗なものだとこのトレインスカートとか、優雅なものだと背中を見せるこのドレスはちょっと大胆すぎるわね。誰？もう時間なの？エリシア！あら、レビウス博士だったのね。また目の下にクマがあるわよ。二日前よりもひどくなってるみたい。ちゃんと休まないとダメよ。二度と変な服を私のクローゼットに入れないでちょうだい。ったら相変わらずテレ屋さんね。せっかく衣装を用意してあげたんだから、たまには違う服を着てもいいのに。ん？この服は、いい案だわ。これでパーティーに参加しましょう。この食事はすごいね。訓練学校よりずっと美味しそう。見て、シャンパンもある。何を考えてるの？未成年者もいるのにお酒を置くわけないでしょ。炭酸水よ。つまらない。ドリンクはいかがでしょう？あ、ありがとう。つまらないって言ったのはどこのドイツよ。お礼はいらないわ。たくさん食べたから喉が渇いたでしょ。はい、ちゃんと受け取って。パーティーを楽しんでね。例の新入りはどこにいるのかしら。わあ、ヒオオガのパーティーは本格的なんだね。ドリンクを配るメイドさんもいるんだ。私のことを知らないなんて、きっと新入りさんなのね。でも私が探してる相手は、あの名前だもの、男の子よね。
あのメイドさんはどう見ても実力がある戦士だな。この人はオーラがあるわね。でも新入りには見えないし、他の基地から派遣された人かしら。あら、女の子同士で話をしてるわね。邪魔はしないでおきましょう。でも紫色の髪の女の子、綺麗ね。覚えておかなきゃ。やっぱりデータ室に潜入して直接見た方がいいと思う。もういいよ、成り行きに任せることにする。外の状況はどんどんひどくなってる。もう3回目だ。このままだといずれごまかせなくなる。そんなことを心配して意味はあるのか。お前が心配する番でもないだろう。ほら、彼らのようにすればいいじゃないか。問題を忘れてさ、祝えばいいんだよ。何もなかったように。疲れた。そもそも来たくなかったんだ。戻ったらまた仕事とか、一体何なんだ。あれしかないだろ。第一研究所の所長が言ってたんだ。4回目も、そう遠くないってな。あ、危ない！え？あ、ごめんなさい。ぼんやりしてて、ぶつけちゃったわね。ああ、違う。僕のせいだ。こんな場所に突っ立っていてごめん。邪魔だったね。ドリンク、服についてない？大丈夫。ほら、僕がグラスをキャッチしたから。炭酸水、ありがとう。ちょうど喉が渇いてたところだったんだ。あら、反応が早いわね。普通の兵士には見えないわ。優れた戦士をたくさん見てきたけど、彼らと比べてもあなたの身体能力は超一流よ。もしかしてプロのスポーツ選手とか？褒めすぎだよ。数年間バスケをしてただけだから。数ヶ月前まではまだ学生だったんだ。ああ、そうだ。紫色の髪でメガネをかけてるかもしれない女の子を見かけなかった。彼女を探してるんだ。なんだか、ごめん。ここに入ってきたばかりで、こういうパーティーも初めてだから、少し緊張してるんだ。気にしないで。大丈夫よ。紫色の髪の子ね。彼女なら見かけたわ。確か、
わかった。ありがとう。そうだ。ここまで話したのに、自己紹介がまだだった。失礼すぎたね。僕はケミン。火を追う蛾の新兵のケビンだ。君は？そうよ、懐かしいわね。あの頃の私たちはまだ若かったわ。今の私もまだまだ若いけれど。ケビンは結構変わったのよね。だって知り合ったばかりの頃はまだ女の子を喜ばせる方法を知ってたもの。男性じゃなくて、彼はコンっていうの。知らなかった？それは私自身もよく覚えてない過去のことよ。あの頃はまだ小さな女の子だったから。オストク51。そんな名前だったかしら。私が生まれた場所だったみたいだけど、あまり実感がないの。故郷が嫌いとか、そんなんじゃないのよ。本当に小さかった頃の話だから、唯一覚えてるのは、火を追う蛾が私を連れ去ったことくらいなのよね。もちろん、私だけじゃないのよ。火を追う蛾は多くの村人を連れ去って何かを調べようとしてた。けど、何も発見できなかったから、結局みんなを戻したの。その件は記録すら残ってなかった。メビウスの話によると、最終的に勘違いで終わったそうよ。自分の出身地には私も知らない秘密があるかもしれないって期待してたのに。その後は普通よ。私は徐々に成長して美しい少女になった。ヒヨウガと再び開口し、運命の歯車が回り始めたの。その後の話はメイも知ってるでしょ？安心できないというのなら確認してもいいわよ。大丈夫だから。
メイもわかったでしょ？私がごく普通の美しい少女だってこと。何と言うべきかしら。それは多分一歩ずつという過程なのかもしれないわね。君がそんな表情を見せるとは珍しい。スー、とこしえの楽園。ここの景色を見ると昔のことを思い出してしまう。ここに来る途中、エデンのポスターを目にしたよ。あの頃僕たちは彼女のコンサートを一緒に見たんだよね。ああ、随分と前のことだ。そう、本当に昔の話だね。何を考えているんだい、ケビン。あるいは何かを思い出したのかい。昔のことだ。彼女に関する昔のことだね。あ、誰もがみんなこれほど純粋な心の世界を持っているわけではないよ。だが彼女はいつもこうだ。君がそんなにストレートに彼女を褒めるとは珍しいね。いつも君はエリシアが奇想天外なアイデアを口にするとき反対するものという役割を担っていた。だから彼女はよく僕のところに来ていたよ。僕を通して君の本当の考えを知りたくてね。彼女は適当に話題を作っただけだろう。いつもそうだ。僕は彼女の奇想天外なアイデアを否定したくはなかった。ただ、時間は僕たちに夢を現実にする機会をそう多くは与えてくれない。だけど、この楽園の中では僕たちはもう末日のカウントダウンに縛られることはない。叶えられなかった願いを形にする機会すらあるんだ。そうかもしれない。ケビン、君は変わらないね。どうかしたのか。他人に打ち明けられない悩み事があるたびに君はそんな表情で遠くを見つめる。学生だった頃は屋上、火を追う蛾に入った後は廃墟ビルの最上階だった。
数はごまかせないな。精神感知型として自分の力を使って他人の考えを知るのは難しいことではないよ。でも僕はそうしたくない。僕のポリシーに反するからだ。悩みを打ち明けるかどうか、助けを求めるかどうかは相手自身が決めるべきだ。特に君だからね、ケビン。できれば医者や戦士としてではなく、友人として君の悩みを聞き助けたい。ありがとう、ス。僕を心配してくれているのは分かっている。君の言う通り、記憶体としての僕たちは、確かに本物の僕たちが成し遂げられなかったことを実現できるかもしれない。そのことについて、僕自身にも考えがあるんだ。まだ公にすることはできないが、必要な時に、真っ先に君に知らせることを約束しよう。僕に約束する必要はないよ。親友同士でも話さないことはある。僕はただ、君が助けを必要とした時に、何があっても手を差し伸べる相手がいることを思い出してほしいだけだよ。あ。さあ、ケビン。あとは、君一人でゆっくり考えるといい。君にはそういう時間が必要だろ。エリシア、あの時の君、そしてあの時の僕たちには本当に他の選択肢はなかったのか。もし僕がもう少し早く君の本当の目的を見抜いていたら、違う結末にたどり着けていたのだろうか。封じられた秘密。メイ、あなたは本当に全てを変えられるものになるの？これは絵の具？グレイシュもここに来たの？グレーシュったら、あちこちで絵を描く癖はまだ治っていないようだ。あちらに行ったの？
子供にとってここは夢の世界に見えるだろうね。ほら、宝探しなら私に任せてって言ったよね。模様グレーシュ、模写をしているの？アポニアお母さんだ。感じてるの？感じてるの？物語を。ああ、あの壁画。グレーシュ、何が見えたの？まだ見えてないから、感じたいの。絵筆と絵の具を通して。あの絵、変わってる。嬉しいのに、悲しい。白いのに、黒い。それは、そういう絵だからだよ。アポニアお母さん、あの絵のことを知ってるの？ええ、よく彫刻するから。壁画などの作品とも少し縁がある。あれはとてもとても古い歌だった。ある日それは空から落ちていった。地上の人々は仰ぎ見、星空を目にする。とても悲しいね。ええ、命というのはそういう悲劇を繰り返すものだけど、悲劇だからこそ残した痕跡はこれほど美しく輝いている。私、複雑なことはよくわからない。でもあの絵は好き。あの絵に描かれてるのは星なのかな、アポニアお母さん。私、雲が好き。星空が好きなの。星たちと一緒に暮らす方法とかはないのかな？わからない。子供はみんな星空を見上げることが好きだ。でも徐々にその視線は星々を通り抜け、浸水へと向けられるようになる。その過程を私たちは成長と呼ぶ。だからコズマは成長が嫌なんだね。ええ。でも感じるの、
あの絵を見てると感じてくるの。それは私たちを気に入ってると思う。その質問の答えは箱舟次第。うん、そこまでだ、アポニア。コズマ。止まれ。それが今のあんたのすべきことだ。Thank you.